こんにちは、のりたろうです。今回の動画はコインを安く買いたいという人必見の動画ということで、アンティークコインやモダンコインを相場で買う方法の定番といえば、皆様お分かりですよね。もちろんのりたろうショップでのコインの買い方です。イエーイ。というのは冗談で、アメリカの大手オークションハウスのヘリテージオークションでの私なりの必勝法というかですね、だいぶ確率高く落とせた方法を皆様にシェアしたいと思います。しかも一応私のやり方では、忙しい方でもですね、ライブオークションに実際にその時に参加しなくとも結構な勝率で落札できることができますので、ご参考にしていただければと思います。ただこの方法では最高グレードだったり、大人気のコインなどはちょっと落札するのは難しいかもしれないんですけど、大体のコインに適用できるかなと思います。特に枚数が多いコインに対しては、かなり、これをやらなくても勝率は高いんですけど、そういうのは落としやすいかなと思います。で、一度ヘリテージオークションに参加された方は分かると思いますが、自分の欲しいコインの順番が来るまでの時間っていうのがかなり長い割に、時間が非常に読めないので、結構時間が拘束されてしまいます。しかも少し席を離れていたらいつの間にか終わっていたなんてこともありますし、日本時間の夜中にあるオークションであれば、待っている間につい寝てしまい寝過ごしてしまったなんていうこともよく聞く話になります。ということで、前置きが長くなってしまいましたが、今回ご紹介する方法は、ライブオークションが始まる1日ぐらい前から当日にかけて使えるテクニックなので、忙しい方でもできるやり方です。それでは早速やってみましょう。オークションに限らず、コインを買う際に一番大切なのが相場を調べることです。で、相場の調べ方はヘリテージオークションのアプリを使いますが、このファストセールプライシーズというところで、ゴシッククラウンとで、今回55グレードを、購入したいなと思いましたので、55売って、このモーストリセントセールズっていうところを押すと、最近の売れたものから順番に出てきてくれます。一番最近はこれですね、5280ドル。これは BP っていうのが、手数料 20% 込みで5280ドル、これは5520ドルですね。ゴシッククラウンのアンデシモエッジ55グレード5520ドルと。で、これが2020年になると3000ドル、2019年も3120ドル、2019年が2400、2600ということで、このような相場になります。最近の相場ですが、手数料込みで5520ドルだったということで、落札ハンマープライスですね、落札額は、5520×0.8 で、4400ドルというのが去年の相場なので、このあたりを目安に落札したいということですが、やはりゴシッククラウンは人気ですので、これよりは 10-20% 上がる想定で臨めば、落札できるのではないかということで、20% アップすると先ほどの5520ドルなので、このあたりを目安に挑みたいということで、早速これオークション前日からもできるんですけど、これ一応当日の動画になります。で、アプリを開いて、仮
カレントアイテムズですね。先ほどはパストセールで相場を調べたんですが、カレントアイテムで、赤いライブオークションのところに、入りました。今でここで、まあ、通常だとログインするんですけど、まあ、これはもうログインしてあります。でログインするとこのエネーブルライブビッティングというところを押すとビットできるんですけど、今ビットできない、簡単に押してしまわないようにロックかけている状態です。でここのマイロッツっていうところを押すと、自分がお気に入りでトラックしていたものが見れます。でその中のこの今回の55グレードのゴチククラウンで、これがもうすでに5250ドルまで、当日まで上がってしまっているということで、5500からビットできるということなので、まあ、20% アップの5500よりまあちょっと高めぐらいで、せっかくなんで5750とまで自分は上げられますよっていう意思表示ですね。で1インクリースメントということで、1ビットそれにプラスされますので、まあ、もし誰かが5750で来たら今度6000いかないぐらいまで、まあ、上げてもしょうがないかなというところで、まあ、結構高めですけどこういう設定が事前にできます。で、これをやっておけば実際のライブオークションに参加しなくともオークションにバンとその時に出たら、この値段まで勝手にプププッと上げてくれるという設定の仕方になります。ということで今回のコインはすでにだいたいもう 20% のところまで来てしまっていたので、少し参考にならないかもしれませんが、その一つ上の1ベット金額とプラス1ベットで、セットしました。でこれだけ、まあ、上げたらさすがに相手は別のものにすると思います。でここまでやっておけばもう寝ていても大丈夫かなと。でただし、まあ、このオークションではですね、ゴチククラウンがこの1枚しかないっていうオークションではなかったので、この1枚しかないオークションっていう場合は次越される可能性もあるんですが、このオークションの場合はこの上の58グレードとか60グレードとか、あと下のディテールズもあったので、まあ、他でも良いかという逃げ道があるオークションだったので、最終的にオークションは心理戦になりますので、まあ、そういう場合は勝率は今回のように高くなるかなと思います。また他にも勝率が高い場合が、同じグレードのコインが2枚とか複数枚出ている時の、まあ、2枚目以降のコインですね。でそれの場合は1枚目の値段と同額を最後にビットした人の勝ちになりますので、相場プラス1ビットぐらい、まあ、相場の同じ価格プラスアルファぐらい、いけますよというのにしておけば、まあ、少し高く掴んでしまう確率もあるんですが、まあ、勝てるっていう確率は高いですので、参考にしてみてください。また本番の時にログインできていればこのようにですね、エネーブルビットビッティングというところをポチッと押すとビットとカットビットっていうのが出てくるんですけど、カットビットは、半分ビットできるやつで1回しか使えないんですけど、最後の一押しに使えるようなものになります。まあ、こんな感じでライブでビットができるんですけど、まあ、今回は実際ライブオークションに参加しないでも本番、実際はこう夜中にやってたんですけど寝過ごしてしまっても、まあ、今回はこのように、あとでヘリテージオークションからメールで、勝ちましたよということで、落札額出ていますが、まあ、5500ドルで
落札することができました。まあその後仕掛けてなくてももう5500ドルの時点で、買えたということで、メールで Pay Now というところがあったんですけど、そちらを押すと、まあ、カードとか、カードの限度額を超えるものは、まあ、預金残高さえあればデビットカードで購入することができますということで、今回は、まあ、特にライブオークション参加しなくてもオークションで落札する方法の、まあ、一例ですね。私で、まあ、5500ドルなんてやっぱ 20% 上がってるので、まあ、ただその前の時点で約この一つ前まで上がってたので、もうこれは高値掴みというよりはもうしょうがないかなという値段ではあるんですけど、相場をよく調べてどれぐらい上がるかっていうのを予想して、ビットすればこのように、まあ、相場でですね買うことができますので、ぜひご参考にしてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, we're meant to be